丈夫、もう大丈夫よ。待って、どこに行くの？母さんが、病院に父さんと母さんがいるの。お姉ちゃん、母さんを助けて。うん、分かってる。一緒に助けに行きましょう。おい、シオン。この状況で、子供を一人にできないでしょ。それに、この子の気持ちを一番理解してるのは、この子は私が必ず守るわ。